こんにちは。私たちはアルクトゥルス評議会です。皆さんとつながることができて嬉しいです。私たちは2023年7月の地球上で起こるエネルギーの変動について皆さんに伝えることを非常に楽しみにしています。その理由は、これらのエネルギーが皆さんにとって大きな影響を与え、人生に対する全く新しい視点を提供するからです。特に、これらのエネルギーは皆さんのチャクラ、細胞、そして DNA に対する必要なアップグレードを促進し、これにより皆さんが宇宙人との直接的な接触を円滑に受け入れられるような状態へと引き上げる役割を果たします。私たちは皆さんがすでに覚醒した存在として、これらの体験に非常に興味を持ち、これに向けて自分自身を整え準備することに努めてきたことを理解しています。また、皆さんがこれまでに大きな進歩を遂げてきたことも認識しています。しかし、皆さん一人だけで全てを達成するのは限界があります。それは個々の進化と共同体全体の進化が相互に関連し支え合っているという宇宙の法則から来ています。そこで、私たちは皆さんを助け、さらなる進化を支える役割を果たすことで全体の進化を促進しています。皆さんが個人として、また人類全体として進化を遂げるためには、一定の段階では外部からの支援が必要となります。そして、私たちがこの宇宙で共生している目的の一つは、お互いに援助してそれぞれの進化を助け合うことです。私たちは全てがつながっている、全てが一つであるという認識を持つことで、相互に助け合うことは自然な行動となります。そのため、私たちだけでなく、皆さんのチャクラや DNA の活性化、細胞のアップグレードに働きかけ支援する他の存在や集団も存在します。私たちは皆さんを深く愛しており、皆さんが正式に銀河コミュニティの一員として参加する日を心待ちにしています。これらの個人的な、直接的な、物理的な宇宙人との接触は、人類の進化を大いに促進し、皆さんをより大きな集団での体験、つまり人類全体での体験へと導くでしょう。そしてある日突然、皆さんは地球全体で一斉に宇宙船が着陸するという、人類全体としての大きな瞬間に向けた準備が整ったことに気づくでしょう。2023年7月のエネルギーを最大限に活用するために、皆さんができることはいくつかあります。まず、身体の調子を整えるために十分な水分補給をし、必要な休息をとり、心身ともにリラックスすることが大切です。また、これらのエネルギーを受け入れる意識的な準備として、自分自身を解放し、心を解き放つことも重要です。皆さんはガイドに対して、これらのエネルギーを適切に理解し、受け入れるための援助を求めることもできます。声に出して願いを伝えることにより、より直接的かつ強力な接続を確立することができます。これらのエネルギーは全ての人にとって有益であり、特に自己啓発を求め、自己助成に積極的な人々にとっては特に有益となります。何か新しいものに開放的で、それを受け入れる準備ができているとき、その新しいものをより穏やかに、より積極的に受け入れることができます。私たちは、皆さんが理解しやすいように、これから何が起こるのか、それにどのように準備すべきかについての情報を提供します。そして、皆さんには、宇宙生命体があなた方の社会に公然と参加し、皆さんの日常生活の一部となる日が確実に近づいていることを意識し続けてほしいのです。私たちアルクトゥルス評議会は引き続き私たちの役割を果たし、皆さんの進化を支援します。プレアデス、アンドロメダ、シリウスなどの他の存在も皆さんの進化を助けるために役割を果たしています。皆さんは想像以上に多くの存在からの援助を受けていることを覚えておいてください。そのため、自分自身が十分に行動していないと感じたり、不安に思う必要は全くありません。
皆さんは今完全に適切な場所にいて、そして日々次の段階への準備を進めています。私たちはアルクトゥルス評議会です。皆さんとつながることができて楽しい時間を過ごしました。Thank you.